皆様こんにちは。ささやき旅館の館管理人のアクアです。オーストリア公女エリザベト・マリー・ヘンリエッテ・シュテファニー・ギーゼラは美貌の皇后として名を馳せたおなじみのエリザベトの孫娘で、皇太子ルドロフの一人娘です。おなじみのエリザベトの愛称はシシーですが、公女エリザベト・マリーの愛称はエルジーと言います。1901年10月13日、18歳のエルジーはめでたく青年将校オットー・ビンデッシュ・グレーツと婚約式を行いました。この結婚は既成結婚でしたが、エルジーは恋焦がれていたオットーと結ばれて幸福感にあふれていました。そしてオットーは貧乏貴族の端くれから突然華やかな王族の一人に押し上げられたのです。エルジーが受け継いだ持参金はエルジーにとっては当たり前の額でしたが、オットーにしてみればそれは天文学的な数字でした。ざっと300億円くらいとも言われています。そしてその持参金よりも素晴らしいのは、オットーに公爵の称号が与えられたことでした。これは例外中の例外の待遇でした。またエルジーも結婚後もオーストリア・ハンガリー帝国の公女の称号が残されることになりました。既成結婚には違いないのですが、エルジーにはハプスブルグ家の一員たる名誉と資格がほとんどそのまま残されたのです。ただし唯一エルジーが手放さなくてはならなかった権利、それは皇位継承権の放棄でした。エルジーに子供が生まれてもその子供には皇位継承権はありません。ハプスブルク家では男系後継者がいない場合、長女が帝位を継承し女帝となることが可能でした。マリー・アントワネットの母マリア・テレジアがそうだったように、だからエルジーも本来この権利を請求できるのですが、この既成結婚によってその権利を手放すことをあっさり承諾したのです。というのもエルジーはオットーと結婚できればそれで十分で、皇位継承権なんぞには関心がなかったのでした。秘密の間でエルジーは物々しい空気の中、皇位継承権の放棄宣誓書に署名し、この儀式をもってエルジーはハプスブルグ家と法的に別れを告げました。1902年1月23日に結婚式を挙げると、その後新婚カップルは新婚旅行へと向かいました。イタリアからエジプト、中近東諸国を回る4ヶ月近い旅です。新婚夫婦はどこでも歓迎を受け、エルジーはどんな場面でも礼儀正しく上品なオットーの物腰を誇らしく思いました。彼は公女の夫にふさわしい姿でどこでも人目を引きました。またオットーは察しがよく、エルジーが何かしようとするとそれを敏感に感じ取って、すぐさま妻の気に入るように動いたので、エルジーはさらに幸せな気持ちになりました。オットーの方もひたむきなエルジーの姿に結婚してよかったと思っていました。夢のような新婚旅行を終えると、二人はチェコのプラハ郊外の館に居を構えて新婚生活をスタートさせました。エルジーはそれまで政治問題には全く興味がなかったのですが、しかしこのプラハに来てチェコ人たちがドイツ民族とハプスブルグ家に対して強い対抗心を持っていることを感じ始めました。当時チェコ人はハプスブルグ家の支配下にあり、ボヘミア王国の自治権を取り戻したいと強い民族意識を抱いていたのです。フランツヨーゼフ皇帝も
そういったチェコの状況に頭を悩ませ、気を使ってオーストリア・ハンガリー帝国の首相にチェコ人を任命したこともありました。ところがそのチェコ人の首相がチェコ語にドイツ語と同等の権利を与える、すなわち両国語を対等の扱いにするといった言語勅令を出したとき、ボヘミア在住のエリートドイツ人は猛反発しました。ボヘミアでは中産階級や下層労働者の大半はスラブ系のチェコ人で、官僚をはじめとするエリートはドイツ人が主を成していました。ドイツ人のエリート監視はドイツ語とチェコ語を理解できなければならないとなると大変です。支配民族であったエリートドイツ人は非支配民族チェコ人の言葉を習得せねば職を失うことになってしまいます。それに対してチェコ人の方は数世紀来の習慣でドイツ語を母国語同然に理解していました。こういった言語例は優雅な生活を享受していたドイツ人監視にとっては死活問題で非常に不利になりますから、彼らは猛烈な反対運動をするというわけです。ちなみにこういったスラブ民族とゲルマン民族といった民族間の人種的対立、それは昔からずっと尾を引いている問題ではあるのですが、この新語勅令によって生じた2つの民族主義の対立はさらにヒートアップしていきました。パンゲルマン主義、ゲルマン民族の統合を図ろうとする思想は、すべてのドイツ帝国の世界制覇を実現しようとする主張としてどんどんエスカレートしていきます。その後の時代にパンゲルマン主義の主張の多くがドイツ民族の優位を旗印にしたナチスに引き継がれていくのです。エルジーは最初はのびのび暮らしていたのですが、こういった民族主義高まるプラハに重苦しい圧迫感を感じるようになっていったのでした。しかしそんな中、結婚2年後の1904年にはエルジーは夫との間に長男を、そしてその翌年には次男を出産しました。ところがその頃からエルジーとオットーの間に隙間風が吹き始めました。結婚以来オットーはエルジーのために軍務を控えていたのですが、その頃からだんだんと軍務に精励するようになっていきました。彼はもともと根っから軍隊が好きだったのです。オットーが軍務に励むようになると、エルジーは自分が愛されていないからだと思い込むようになっていったのです。ある時エルジーがウィーンに里帰りしていた時のこと、エルジーのもとにプラハの執事から速達が届きました。エルジーは信頼する執事に夫を監視させ、何か変わったことがあったらすぐさま連絡するよう命じてあったのです。速達の手紙の報告によると、夫がプラハ劇場の女優を館に招いているとのことでした。エルジーは手紙を読むや否やプラハ行きの列車に乗り込みました。プラハ行きの列車の中ではエルジーは怒りがふつふつとこみ上げて、8時間もの間黙りこくって次女と一言も口を聞きませんでした。そして館に到着したエルジーは重木が静止するのを振り切り、オットーの寝室へ早足で一直線に向かいました。エルジーはオットーの寝室の前に来ると、その扉をいきなり開けました。するとそこにはオットーと見知らぬ女性が立ちすくんでいました。エルジーは無言で突然女性にピストルを向け引き金を引きました。
女性はその場に倒れ込みました。彼女の首からは血が流れました。しかし弾丸は女性の首筋をかすっただけだったため、血は流れたものの大事には至りませんでした。この女性はかつて夫が皇帝からエルジーとの結婚を命じられる時まで付き合っていた元婚約者の女性で、いつの間にか夫とよりを戻していたのでした。ハプスブルク王家はこの事件が表沙汰にならないようにあらゆる手を尽くしたため、この時は一時的にこの話を封印することができました。しかしながら数年後にはこのピストル事件のことがたちまち上流社会の格好の話題になってしまいました。というのも、撃たれた女優はその後アメリカに渡り、ブロードウェイの女優として成功し、とあるインタビューでこのエピソードを語ったからだったのでした。それによって世間にはエルジーとオットーの夫婦仲が悪いことも知れ渡ってしまったのでした。ピストル事件の後、夫婦はお互いの関係を元通りにしようと努め、一見修復できたかのような生活をし始めました。二人はよく二人の義務でもある舞踏会に共に出かけましたが、そこでは相変わらず魅力的な士官オットーは花形で、女性たちから熱い視線を浴びました。その度にエルジーはオットーの一挙手一投足に嫉妬の炎を燃やし、舞踏会から帰宅すると激しい諍いをすることが多くなりました。やがてエルジーのオットーに対する嫉妬心はいつしか別の形の不満につながっていきました。エルジーはオットーの端正な容姿の奥にあまり知性がないことにがっかりするようになっていったのです。ハンガリーやチェコの民族問題、同時代の音楽家、エルジーは知的好奇心が強く、彼女の関心は多岐にわたっていました。エルジーはさまざまなことを情熱的に語り、オットーに意見や感想を求めるのですが、そんな時オットーはあくびを噛み殺していたのでした。スポーツ好きの軍人のオットーにとってはそういった話は退屈だったのです。この夫婦の関係はこの先一体どうなってしまうのでしょうか。そしてちょうどそんな頃、ウィーンの街角では青年アドルフ・ヒトラーがドイツ民族の優位性を声高に叫ぶ政治家の街頭演説に耳を傾けていました。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。